ブランドン・ゼイビア・イングラムはアメリカ合衆国ノースカロライナ州キンストン出身のプロバスケットボール選手 NBA のニューオーリンズ・ペリカンズに所属しているポジションはスモール・フォワードミドルネーム・シャビエルは日本語表記ではザビエルだが英語の発音上はゼイビア長い手足を持ち痩せていることからスレンダーマンと呼ばれるその体型から大学時代には ケビン・デューラントと比較された。ドナルド・イングラムとジョアン・イングラムの間に、ノースカロライナ州キンストンで生まれる。また、彼には、イボ・アニのドノバン、イフ・アネのブリタニーの兄弟がいる。アイ・マクダナルズ・オール、アメリカン・ゲームでのイングラム・ノースカロライナ州の、キンストン高校時代は、マクダナルズ・オール・アメリカンに選出されるなど、注目された。大学は、地元の有力校でもある。 デューク大学に進学。一年生ながら、スターターとして活躍し、平均17.3得点6.8リバウンドに、アシストを記録、ACC の新人王とセカンドチームに選出された、イングラムは、一年間プレイしただけで2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。スタッツ2016年の NBA ドラフトで、全体2位という高い評価を受けて、 ロサンゼルスレイカーズから指名された。このドラフトで指名を受けた2番目に若いプレイヤーであった。2016年8月23、レイカーズとルーキー契約を結んだ。10月26日のシーズン開幕戦でベンチから初出場し9得点を挙げた。11月23日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦でキャリアハイとなる16得点を記録した。 ルーキーシーズン終了後、NBA オールルーキーチームのセカンドチームに選出された。2018から19シーズン後に行われた、アンソニー・デイビスが絡んだトレードでロンゾボール、ジョシュ・ハート、2019年の NBA ドラフト全体4位、指名権を含む3つの1巡目指名権、金銭とともに、レイカーズからニューオーリンズ・ペリカンズにトレードされた。 新天地で迎えた2019から20シーズンは、若手中心のチームで AS に成長し、キャリアで初めて平均20点声を記録。オールスターにも初選出され、MIP を受賞するなど、飛躍の年となった。オフに制限付き FA となり、ペリカンズと5年1億5800万ドルのマックス契約を結んだ。ありがとうございます。